今回のビジネスフラッシュはワイン好き必見のおすすめ本を紹介。さらにサッカーをこよなく愛するワイルドな司会委員長が登場。ビジネスブックコレクションもお見逃しなく。今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。うんとお二人は、はい、ワインお好きですか。あ、好きです。好きです。やっぱりそう。はい、あ、どうですか。最近飲むようになったね。私も好きなんですけど、選ぶの難しくないですか。そうですね、難しいね。難しい。あれはもう安いのからもう高いのから、はい、味ももうたくさんあるからね。そうですね。で、同じブドウでも産地違いとか、うん、あとは年数がどうこうとか。ボルドー好きだね、僕は。渋みがとか、樽の香りがとかもいろいろね。あるね。あって。悩ませないでね。わかんないです、全然。難しいなぁなんて思ったりするんですけど。つい2日前ぐらいに僕やってきたので、リスト見てさ、わかんないもんね。そんな方に最適です。今回最初にご紹介するのは、お手頃のワインから高級ワインの選び方を書き下ろしたこちらの本をご紹介します。今、あなたが意中の女性を連れて来店したのは、数多くのワインが揃うフランス料理店。ここで大事なポイントとなるのが、ワインの注文と選ぶ品種。もしここでしくじったら、想像するだけで寒気がするだろう。そんなあなたにおすすめの本がここにある。男と女のワイン術。ワインの選び方からお店選び、オーダーの仕方など、ワイン初心者から上級者まで必見の情報が凝縮された一冊。今回は本作の著者2人をゲストに迎え話を聞いた。この本を書こうと思ったきっかけからお伺いしてもよろしいですか。そうですね、私が社会人になりたての時に、私の上司がすごくワインが好きな方で、その方と一緒に飲みに行くとすごく美味しいワインをいつも飲ませてもらっていたんですけど、ただなんか自分一人になるととか、あとお友達だけとかで行くと、まあどこから何をどう選んでいいのかもわからない。まさに私もそう思います。でなんかこう適当に選んでみても、あれワインってこんな味だったっけとか、もっと美味しいものじゃなかったかなっていうのが20代の頃ですね。で30代くらいになって、あのワインを勉強し始めて、でなんかこういろいろ分かっていくうちに、なんかこうワインが知ってる、ワインを知ってる人とじゃなくても、どうにかこう美味しいワインにたどり着く方法はないのかなってずっと思っていたことが、まあ、この著書のきっかけですね。なるほどね、うん、僕も2日前も悩んでました。あのスペイン料理行って、俺やっぱボルドーしか飲まねえんだって言って、みんな笑ってて、ボルドーはフランスだからさ、スペイン料理それはダメだよみたいなね。そんなことまだ50いくつでやってますから僕はね。いやいやいや、お好きなのがあるのがいいってことですね。はい、読ませていただいて、はい、勉強したいと思います、うん、はい、日本だけでもワインに関する本は数多く出版されているが、上級者向けのものが多く、途中で挫折してしまう人が多いのが実情だ。まあ、今ねお二人が話したように、選ぶためにはですね、あの自力でというか独立で選ぶためには、やはり知識、まあ今話した品種だとか生産地だとか、その生産地の何て言うんでしょうかね、気候とか、もういろんなものがこうワインの味わいに影響を及ぼすんですね。で確かにそれが分かると本当に選べるんですけど、この本はそういうことは一切なくても簡単な味わいの物差し、今彼女が話した果実味、酸味で赤ワインの渋みがありますから、うん、はい、この3つの物差しを基準のワインからね、どうや、うん、でこれを今度選んでくれる人、僕も毎日お客様に選んで差し上げてるんですけれども、うん、例えばワインショップみたいなところにいると、今度アドバイザーさんといって、やはり、うん、あの我々と同じような人間がいますので、うん、はい、ワインのことが知識がなくてもワインを頼むことができる、うん、頼み方っていうのをですね、これに感じてほしい。でそれでもうよりワインにもっともっと近づいていってほしいなっていうのが
この本に、はい、チリワインには一時ハマったな、うん、安くてうまいっていう、なんかそれは確かにあったんですけど、はいはい、そうですね、まあ、あのかなり身近な存在で、もう今やもうスーパーだけじゃなくてコンビニでも、もう置いてない店はないっていうぐらい、そうですね、でなので、あのこう取っかかりとしては非常に、まあもちろんフランスワインの方が実は並んでるんですけれども、まあチリワインもぜひ、まあ、その今果実味とかという点でちょっとフランスワインとチリワインは違うので、ということでまたこう自分の中のこうワインの世界を広げるというね、選択肢の一つとしてですね、チリはいいかなと。素晴らしい説明だよね。ね、分かりやすいです。分かりやすいね。伊藤シェフの説明のうまさは認めざるを得ない。ただ初心者には分からない専門用語が多いというのが一般的なワイン紹介本の通例だが、少しでもワインを好きになってもらえたらいいなっていう思いで書いているので、やっぱ今までにない本っていうのを意識すると、言葉をどこまで噛み砕いていくかっていうことに、と結構苦心をしたというか、普通にやっぱワイン飲み出すと普通に日常的に使う言葉も、飲まない方にとってはそれこそ果実味とかってよくよく思い返すと、一体ワインの中の果実味って何なんだって私も思っていたし、そういうことを振り返りながら、専門用語もあまり専門用語として意識してもらわないように噛み砕いて書きましたね。そこかな、果実味が強いもの、厚みのあるもの、果実味が強いもの、甘い感じのものとか、そうですね、ワインの本で甘い感じとかって果実味を書いてある本っていうのはあんまりないと思います。そうね、そこは関連的に伊藤さんがやっぱ毎日お客様と接する中で、果実味の強いものを飲まれたお客様が、甘い感じがするとかっておっしゃるっていう、そういう経験っていうのはふんだんにこの本には入ってるんじゃないかなと思います。やはり目を引くのは斬新なタイトル。読者も気になるデートで使える情報について聞いてみると、だいぶ期待されるその本当に男と女の部分っていうのは、中にはわずかなので、中にはわずかね、ちゃんとこう綺麗なこう本ですよ、そのワインを教えていただけるっていう、まあ、一応デート術とかはね書いてありますけど、デート術は書いてあるんですか？書いてありますけど、でもまあ大体わずかですね。デートしようがないもんだって、ワイン分かんなかったらな、ワインのとこ行けないでしょ。これをしっかり学んだ上で行くと、より深まると。そうそうそう、結構男としてはかっこよくふわってちょっとこういう深みのあるもんで頼むわみたいな。そうですね、頼めるようになりますかね。とにかくもうワインは頼むとき、特にレストランで頼むときにどれだけ流暢にこうオーダーできたら、もう周りはおおって、もう絶対、まあ、声は出ないけど、もう心の中でみんなこんななりますか、やっぱりこう目を見開くじゃないけど、この人すごいみたいな。なりますよね。なるほどね。伊藤さんの方は逆にお客さんがそうだったら、あ、この人は知ってる人だなとかっていう感じになりますか、やっぱり。そうですね、はい、そうするとまたこっちもね、そういうのかなのが分かってる人っていうのは、こちらもまたこうより接しやすくて、またより良い提案が実はできるんですね。より良い、だそういうことなんだよ。フランスなんかの文化もそうなんだよ。やっぱりこう何かを説明すると、その店のワインが出てきて、じゃあこれ飲んでみろっつって店のワインが出てきて、お、これなんだって、見たことねえなーって飲むと美味しかったりするもんですよね。相手も喜んでくれるんだよ、ソムリエさんも。はい、はあ。なんか俺シラフで何か番組進めてるわけじゃねえんだけど、そのまま自分もこっち側の人で説明しちゃってるみたいな感じする。ボルドーを愛するミシェルが乗ってきたところで、今作のメイン項目である選び方のポイントをちょっとだけお教えしよう。やっぱり一番簡単なのは、皆さんやはりお金というか値段、値段は気にされると思うんですね、でうちの店でも皆さんやはり予算はっていうような感じでしっかり私はお聞きするので、なのでこの本にもちょっと最初の方に書いたんですけれども、やはり価格はある程度品質を担保してくれると、だから高い価格の値段はやはり美味しいと。ただ今度、微妙にこの幅があるので、例えばこう、品質とこう値段で取ると、こんな感じで、実はこの、まあ、本に書いてあるんですけど、こんな感じでこう寝てきちゃうんですね。大体世の中のものってこう値段は上がっていくけど、品質はどっかで、まあ、止まる傾向がありますよね、なのでこの
こうやって書いた中で、一応数字はまずはこう3000円、うん、酒屋さんでね、うん、酒屋さんの小売値段で3000円出すとまあ外れはないよと。あ、なのでもし例えばこうパーティーとかに呼ばれて、はい、ちょっとじゃあなんかワイン買ってきてとか、うん、持ってきてって言われた時、うん、どうしようどうしようってなりますよね、うん、でもそこは僕はいつも言うんですけど、もう値段で型を、ある程度お金で型を、なのでどこでもいいから3000円以上のワインを買ってその場に持っていけば、まあ、恥をかかずに済むっていうんですか、みんな大抵あ美味しい美味しい、これどこで買ってきたのとかってなりますし、さらにその上は5000円というまたこうちょっとここ仕切りがあるんですね、はい、なるほど。で5000円はよくなんだろう、日本だとお中元とかお歳暮で、うん、こうなんか紅白セットになったり、はい、1本箱になったりして差し上げるって、ね、場合には木箱に入ってたりしてこう来ると思いますけど、それは5000円ですね。やっぱりそうなってますか、そういうふうになってるって言って間違いないですか、はい、サッカー選手の場合もそうなんですよ。あ、そうなんですか。よその国から、はい、選手を取ってくるときは、はい、もうお金なんです。あ、年俸値段で分けない、はい、サッカー選手は本当にそうです。だブラジル選手8000万って言ったら8000万の仕事必ずします。怪我しない限り8000万、5000万の選手が来るのと全く違います。ちょっとお金がちょっと変な価格でかすぎましたけど、そのぐらい向こうはきっちりそれで分けてるんですよね。だけどたまに600万の選手が来て、その2年後にドカンっていってとんでもない仕事をするっていうのはありますけども、ワインもそういうことありますかね。ワインもそうですね。ちょっと安かったけどこれはいいんじゃないのっていうのありますかね。たまにありますね。やはり昔は10年前、はい、20年前はたかだか数千円だったのが、はい、まあ、どなたか評論家に見出されて、ええ、あっという間にこうなんかシンデレラワインとかなんとかっていうのはたまに、ええ、やっぱりありますね。売れる前にあるわけだな多分。そこからドーンと売れていくっていう、その前に知ったっていう嬉しさもあったりするんだよね。でもね、あとなんかその自分にとってそういう存在のワインっていうのが必ず合うと思うんです。安くてもすごく合うで、そのワインを見つけてほしいから、その今伊藤さんが言ってた3000円と1000円から3000円っていうのと3000円か5000円っていうのの差が伊藤さんが説明したと思うんですけど、3000円以上5000円以上っていうのはこう味がそんなに変わらなきゃ必ずおいしい、でも1000円から3000円の間っていうのはすごくこう味わいにばらつきが逆にあるから、知ることでその外れを引かないようになるっていうのが、まあこの一個もう一つ本のテーマでもあるんですけど、自分にとって美味しいものさえ分かってればその1000円でも2000円でも、そういうのって多分その600万の選手みたいな自分にとってそういうワインっていうのは見つけられるんじゃないのかなっていう、ね、ありますね。やっぱり飲みたいってのあるもんな。ちょっときちんと勉強します。はい、俺が勉強して俺が誘うからさ、でもさ、ああこういうのでこうやってよろしくお願いしますって。まだまだお二人の話を聞いていたいところだが、今回ご紹介できるのはここまで。続きは実際に本を購入しワインの魅力に酔いしれていただきたい。そして今年の12月に第2弾の発売が決定。今回のテーマは家飲み。スーパーマーケットのワインを独自調査し、読者必見の家飲み術を徹底解説。第1弾を読んだ方も読んでない方も必見の一冊だ。舞浜リゾート一望スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ。ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さて続いてご紹介する企業様なんですが、やっぱり歯医者さんって苦手なイメージ抜けないですよね。あ、でも絶対行かなきゃいけない場所なんだけどね、うん、これまでもたくさん歯医者さん来ていただきましたけど、この番組にも、はい、そうだそうだ、うん、どうしてもこう苦手なイメージって抜けないのかななんて思ったりするんですけど、音がもう怖いですもんね、はい、どんな歯医者さんだったら行きたいですかね。どんな歯医者さん、想像つかない。明るい
無理だよね。そんなただ明るいミラーボールがこう回ってるような。それは明るすぎます。こうやって寝てても大変だ。そうですね。でもそのぐらいがいいね。まあそうですね、うん、楽しいところがやっぱりいいのかななんて思って、まあ、病院っていうところはね、そうですね、はい、そうですね。ということで続いてご紹介するのが、明るく楽しく来院できるような歯医者さんにしようと決意し開業に至ったというこちらの企業様です。はい、では青葉歯科院長松浦聡さん、お越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。坊主頭とポロシャツ姿で登場したこの男性、果たして彼が経営する会社とは。一見サッカーショップに見えるこの場所は、子供から大人まで多くの人が苦手な場所、恐怖を感じると語る歯科医院。ここ青葉歯科では、建物の作りからスタッフの服装まで、歯科医院の怖い、行きたくない場所という固定観念を払拭すべく工夫を凝らし、患者が安心して来院できるよう努めているのだ。そんな一般的な歯科医院と一線を画す独自の経営方針を掲げる松浦院長に話を聞いた。開業のきっかけから教えていただけますか。はい、開業2008年なので、うん、ちょうど7年前になりまして、実はうち僕子供が2人いるんですけど、その上の娘の青葉っていう名前を取りまして、はい、生まれた瞬間も可愛くて可愛くてもうしょうがなくて感動してしまいまして、でついついつけてしまいました。まあそんな、まあ、世間でいう親ありがとうございます。あんま職場に名前がついちゃって、はい、娘さん照れてるでしょうね今。まあまあまあちょっとね、もう7歳なんで、ね、あ、まだそろそろ、まだはい、そうだね、小学生だね、はい、今日着てらっしゃるポロシャツも7と書いてますが、ねはいはい、こちら7周年の7で、はい、7周年の7で、はい、でこちらが、まあ、ちょっと僕もサッカー大好きなんで、あ、サッカー大好きで、サッカー大好きなんで、あ、いくらですか、そうですか、ちょっとここに星も入れさせて、7つでこう優勝すると1つずつついてくるよね、はい、そういうことで、はい、毎年優勝したいと思います。毎年優勝してる。もう本当にポロシャツで出てこられた方も初めてだね。初めてかもしれない。そうかもしれないですね、うん、ああかっこいいですよ。ありがとうございます。立たれると大きいしね。そうですよね。スポーツ、ラグビーでしたね。あ、ラグビーですか、はい、今はラグビーもね、また大盛り上がり で、はい、そうですね、スポーツ狩りはもうずっと通されてる。そうですね、似合いますね。ありがとうございます。僕は自然にスポーツ狩りでしたけど、先生はもう、とにかく娘の青葉ちゃんとサッカーが大好きな松浦院長、歯科医院を始めたきっかけは育った家庭環境が大きく関係しているらしいが、お母様は北海道にいらっしゃって、はい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 、なんと化粧品と文具ですか、うん、両親がお店をやってまして、本当に小さいお店なんですけど、はい、真っ二つに店が分かれてまして、うん、お父さんが文房具を売ってまして、はい、お母さんが化粧品を売っているというところでして、で、まあ、僕それをずっとご飯食べてるとこで台所でガラッとドア1枚開けるとお店やってまして、はい、しかも2軒やってるわけ、そう、まあまあまあ、まあ、分かれて、中で分かれてる、いつも開けた瞬間いらっしゃいませって言ってるような状態で育ってるんで、で、まあ、ちょっとこちらにパンフレットあるんですけど、はい、うちの病院今、まあ、こういう状態になってまして、はい、かわいい、カラフルですね。そうですね、あら、うん、イメージが普通のね、歯医者さんと全く違う、うん、はい、おもちゃ屋さんかのような、そうなんですよ、ね、そうだな。なのでまあ痛みっていうと歯の痛みだけじゃなくて、やっぱり心もやっぱり痛んでくる方が多いと思うので、うんうんうん、まずそこから五感から癒していきたいなっていうところからまずは入ったっていうのがあって、それがまあやっぱり北海道のその両親がやってたお店が僕が小さい頃からやってて、まあ良かったところなのかなって、うん、そういう感じる目があるという、心があるというか、あら、でも子供たちは嬉しいねこれ、うん、そうですね、大人もここに入っていくのは決して嫌じゃない、照れますけどね。最初の1回目は照れますよね、ここに入っていくのね、こうお花がパーってかで太陽がパーってさ、なので後からちょっと上に大人と子供のって付け足したんです。入りづらいって言われて、本当に入ってます、大人と子供の。あ、間違って、あー、そうかそうか。子供から大人まで気兼ねなく通える歯科医院青葉歯科では、独自の方法で患者とのコミュニケーションを図っているのだ。
患者様たちっていうのは、まあ、痛みを抱えながらもやっぱりドキドキして、うん、心に痛みも抱えながら来ているので、うん、やっぱり一番重要なのっていうのは人と人とのお付き合いなので、うん、あのコミュニケーションっていうのを重視してまして、はい、まずこのピンクの紙がですね、はいはい、初診カウンセリングシートっていうのがありまして、うん、必ずうちはあの治療前に30分間時間を設けて、うん、専門のカウンセラーっていうのが、うん、患者様のまあお痛みはどこですかとか聞くのはまあ普通なんですけども、うん、まあ、今までやっぱり歯医者さん何件か行ってる方多いので、うん、どこが一番嫌だったですか、うん、うちではなるべくそれをしたくないので、あの治療する上で、そうですね、教えていただけますかっていう内容ですとか、うん、まあ、どういうことをうちに期待してきたんですかっていうことを伺って、まずはあの患者様のご要望も十二分に聞いて、うん、まあ、それに応えていきたいという姿勢をまず見せるっていうところ。なるほどね、当院に望んでいること、期待していること、ってそういう時に書くんだろうね。痛みのない治療だとかさ、はい、なんかいろいろあるんだろうね。あとですね、口の中の悩みとか、はいはい、そうですね、こっちがちょっと重要で、あのこれがですね、はい、毎日の診療の、まあ、例えば今日だったら10月16日、はい、どんな治療をしました、次回どんな予定をします、うん、ってことを当然、まあ、カルテ上書きまして、うん、でここにですね、ここちょっと書いてないんですけど、あのコミュニケーション欄って言って、はい、必ずここに患者さんとの、まあ、治療以外の会話、くだらない会話でもいいので、こんな話が、例えば前回今度ハワイに行きます、はい、なるほど、ってなると次の人が前回のハワイどうでした、ちょっとお話伺っていいですかって聞いたりとか、まあ、お孫さんが5人いるとか、うん、まあ、そういったことをですね、毎日こう常にこう競うようにこのスタッフたちが聞いてるんですね。で毎日コミュニケーション番長っていうのを決めてまして、で毎日集計して今日の番長はなんとかさんですって言うと、みんなでバーッと拍手するんですね、うん、あ、そういうコミュニケーションを取ったということですね。そして年末になるとその番長をすべて集計しまして、はい、このコミュニケーション番長トロフィーっていうのをですね、うわー本当だ、番長って書いてある差し上げまして、まあ、このように歴代の番長の名前が鶴見さん、戸部さん、戸部さん、はい、へー、やっぱり患者さんのその会話を引き出すっていう、でリラックスさせる、で先につなげていくっていう、うん、入ってるんですね。そうですね、これいいっすねこれね勝手にこの1枚ぐらいここに俺もぶら下げちゃうから、ミシェルさんの名前かーな、いいね。青葉歯科ではコミュニケーション番長の表彰に加え毎朝朝礼を行っている。ただ、さすが松浦院長、やはり一般的な朝礼とは違うようだ。まあ、その日の注意事項など最初にまずは確認した後に、うん、うちが、まあ、僕が個人的に、まあ、尊敬しているというか、うん、一つ目標にしている居酒屋さんがありまして、居酒屋さんを目標にされてる、お手本にしているところですかね、はいはい、渋谷と自由が丘にお店があるんですけども、はい、居酒屋てっぺんっていうところがありまして、てっぺん、はい、てっぺんの朝礼っていうのはですね、はい、本当に大きい企業の社長さんとかも一緒に朝礼に参加するんですけど、私も3回ぐらい実際参加したことあるんですけど、もうとにかくおはようございますっていう感じでその元気な挨拶をですね、はい、もうひたすらやりまくると、はい、で最後に自分の夢をみんな語っていく、はい、もうでかい声で、まあ、僕は日本一の歯医者さんになりたいですとか、うん、そういう夢を語っていくっていう朝礼がありまして、それを手本にしてうちの朝礼も行ってまして、じゃあ朝からもうみんな元気なんですか。もう朝からもうヘトヘトになってますいや、なんかすごく大事なことだなと思いますけど、うん、病院の先生のイメージと全然違いますね。全然違うね。まあ、そのイメージが僕は本当にさっきの話じゃないですけど、はい、違和感がすごくあったので、はい、もう先生って何なのって話なんで、はい、何も偉くもないと思うし、おとなしくしてる人もないと思うんで、うん、本当に一人間としてきちんと表現していけばいいんじゃないのかなっていうところです。ああ、そうかそうか。歯科医院のイメージを変えたいと熱く語る松浦院長だが、最新治療技術の習得にも余念はないようだ。やっぱり求めてきてるものが、やっぱりコミュニケーションもそうなんですけども、今度は本当に、まあ、自分としても精一杯今までやってきたつもりなんですけど、うん、今度は本当にもうレベルが高い本物のクオリティを求めてきてるんで、やっぱり僕も手が抜けなくて、治療の上でも、もう土曜日は毎週のように、まあ、手前味噌ですけど
休みなくセミナーなどに出席して、まあ最新の技術を習得しておりますし、あのまあよく今言われてますけども、このインプラントっていう技術がですね、あのもう良くも悪くも言われてますが、まあ本当に本物の知識と技術を発揮すれば本当にいい治療なんで、まあ私の方でも本一冊執筆させていただいて、一本空いてるんですね。取っちゃってね。はい。あ、もうインプラントです。いや、ぜひ入れた方が。なるほどなるほど。いただいてますね。あともう一つがやっぱり子どもの患者さんが多いので、まあ、お子様たちの虫歯を根絶するというか、あの一本もないような虫歯を口の中にするのももちろんなんですけども、うん、今もうちょっとレベルが高いところに今行ってまして、はい、まあ、矯正治療って昔からありますけども、はい、うちは顎顔面矯正っていうのをですね、今一つ売りにしてまして、まあ、要はお口の中もちろん綺麗な歯並びになるんですけど、まあ、あの二人ともすごく美しい横顔だなと思ってさっきから見てたんですけど、いや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 、美しいやっぱりお顔を一緒に作っていくっていうですね、あの装置がありまして、はい、こういうものをですね、大体早い子だと5歳ぐらいからお口の中に入れていただくと、成長の発育をこちらで誘導して本当に理想的なフェイスラインを作ってくれるんですね。すごい。あ、そうか、生まれつきこう違うものを持ってる、よく歯並びだとか、こう噛み合わせが悪いとかって運動選手もいっぱいいるんですけど、そういうことも修正できると。綺麗なお顔で、なおかつ綺麗なお顔になるということは歯並びもやはり綺麗になりますので、歯並びも綺麗だと今度はですね、気道っていうのも広がるんですね。要するに酸素吸う量が非常に多くなるので、お子様たちだと非常に寝起きが良かったりとか、集中力がついたりとか、風邪がひきにくくなったりとか、なんかおねしょまでしなくなるっていう話なんですけど、これあの顎も広がっていったりするじゃないですか、成長の、はいはい、その成長段階で少しずつ変えていくんですか。そうですそうです、顔がでかくなるわけじゃなくて綺麗な形になるっていうイメージですね。いや初めてね、はい、これ見させていただいたね、うん、初めて見ました。どん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 進化してるんですね。そうなんですよね。でも挨拶だけは進化せずに毎日同じ、おはようございますってやってるんですか。その通りです。なるほど、正しい、はいはい、ね、今後さらに8年、うん、9年10年ときっと続いていくと思うんですが、はい、今後の目標って何ですか。娘がですね、再演の娘がやっと小学生になりまして、青葉ちゃんが、はい、青葉ちゃんがなりまして、どうなるかなと思ったんですけどね。まあ嘘か本当か、本当に歯医者になりたいと言ってくれましたので、本当にもう見た目だけじゃなくて、もう中身も名実ともに娘にも誇れるような、本当に人様の役に立てるような、そんな歯科医院にどん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 突き詰めていければなと思っております。いや、ますますね、今までにないその歯科医療界の観点のところからこう行って、はい、なんか明るい世界にしてください、ね、はい、ぜひ、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。人を変えるのは大変難しいことですが、まずあなたが変わることで周りも変わってきます。チーム作りは巻き込み型のワクワク大作戦でいきましょう。今週のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、チームワークは奇跡を起こす。この本を書いたのはワクワク社員増殖コンサルタントの中翔子さん。16年間の専業主婦を経て39歳の時に近くのスーパーで働き始め、3年で店長に抜擢。その後人材育成とチーム作りで売り上げを3倍にした中さんの実話をもとに書き上げた一冊です。それでは今週のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。次回のビジネスフラッシュは、老後も元気な体で健康にをモットーに無理のないトレーニングを推奨する銀座健康クラブの PNF トレーニングを宮沢ミシェルが体験。さらに様々な苦境を乗り越え22歳で独立した青年社長が登場。その心意気に宮沢ミシェルも、いや今の若者に聞いてほしいな。ぜひお見逃しなく。